野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ最後、最後ですね。ドラフト前日です。はい、明日ドラフト。はい、今日が10月10日。はい、私の始球式の日。あ、そうなんですか。はい、そうそうそう。あー、大暴投。ちょっとそういう予想やめてくださいよ。どういう予想ですか。え、これ7時15分出てますよね。もう終わってますよ。始球式終わってます、うん、皆さんどうでしたか、私の始球式。だから予想は、想像では、もう綺麗に山なりのボールをもうキャッチャーミットにシュッて行ったんですか。行きました。もう私には見えてます、その姿。見えてます。はい、俺の予想を言うか、はいはい、俺の予想は、はい、緊張して、はい、抜けて、はい、シュッて三塁側行ってキャッチャーこんな感じになる、はい、あー、なるほど。でもまあまあ、 あの左バッターに当てるよりはいいですよね。だからそこ左バッターだから、はい、近本だから当てたら困るから、はい、絶対抜けるのよ。そうです、ね、で抜けた時に抜けた制御ないからそのまま抜けていっちゃう。あー、ピューンっていっちゃう感じ。そうそうそう。まあ皆さんどうでしたか。はい、はい、さあということで、はい、明日ドラフト、うん、12日連続の12球団総括ドラフト、はい、今日はなんと最終日です。はい、はい、うん、阪神ね、はい、優勝してるかな。まあ、まだ接戦だろうね。でもヤクルト勢いありますから。でも今日ヤクルト対阪神だね。はい、そうそう、試合してるじゃんね。はい、だから まだ、うん、昨日 ロッテおめでとうって言ったけど、はい、まだ阪神はちょっと分かんないね。分かんないですね。分かんない、ね、うん、と思う、はい、だって名古屋ね、はい、うん、今日も9月28日だからね。そうなんですよ。本当に今日もしかしたら優勝決まるかもしれないし、まだかもしれないし。いやでもそこまではいかないと思うよ、多分。もう決まってますかね。いや決まってないと思う、もうちょっと先だと思う。もうちょっと先かな。あ、でも10日でしょ、10日か。はい、あ、いや、セリーグはまだかな。うん、マジック1桁ぐらいになってるかもわかんないけどね。そうかもしれないですね。うん、さあ、ということで、はい、今年の阪神ね、はい、まあ去年の振り返り、はい、1位佐藤輝明。そうだ。もう、まあちょっと今ね、うん、あの50打席前後ぐらい、はい、あのノーヒットで、あの、どっちも後悔。はい、だけど、まあね、新人記録も打ちたってね、まあ、言う、まあ、な、新人投手はもう最高よ。はい、ホームラン何本打った、今 何本でしたっけ今。はい、今現状で言うと23本。打率2割4分6厘。それでもまだ2割4分6厘あるからすごいよね。はい、すごい。で、2位が伊藤将司、うん、こちらも防御率 2.80、はい、7勝7敗、素晴らしい活躍。うん、3位が佐藤蓮、はい、上武大学投手、2軍で16試合登板で防御率 5.71、はい、まあ、基本リリーフ、うん、4位が栄田、立命館大学、うん、保守、こちら47試合、2割5分7厘、うん、まあまあまあ、まあ、そこ、まあ、そこそこ頑張ってるね。はい、で、5位、あの村上頌樹投手、1軍で2試合、はい、で2軍では17試合登板で、先発14、2.23、おお、ね、いいね、10勝1敗、はい、おいいね、すごいすごい。で5位、中野、はい、もうレギュラー、うん、ね、2割7分7厘、うん、112試合、いいね、はい、6位だからね、うん、よく余ってたよね。本当ですね。内野がいない人、なんで取らなかったんだろうね。はい、で、高寺、うん、ファームで58試合、1割6分2厘、はい、まあまあ高卒だからね、うん、DC 第一、四国アイランドリーグ、高知、18試合登板、6.23、うん、で、2軍では14試合登板、1.98、はい、おお、2軍で、ね、そうだね。昨年のタイガース、はい、ドラフト評価、はい、A プラスです。今までで一番出た。いや、もうすごいよ。うん、すごい。3人レギュラーよ、うん、はい、佐藤、伊藤、中野って、うん、で、しかもね、この石井大地2軍でもいい活躍もしてるし、はい、あの、非常に1、2軍含めて、うん、いい感じ。あ、すごい。それも A プラス、はい、去年のドラフトの中で最上級、一番いいドラフトです。本当です。あ、でももう前評価というか高かった、95点だからね。だから前評価通りだね、うん、思い通りのドラフトっていうね、はい、本当に素晴らしいドラフトっていうところで、うん、で、今年も調子いい、はい、ね、うん、まあ、優勝するかどうかはまだ現時点まだ分かってないですけども、このドラフトが効いてるのもありますね。いや、めっちゃ効いてるよ。だって阪神の去年足りないところは、うん、やっぱこのエラーを少なく、うん、二遊間、うん、やっぱ長打を打てるっていうところで佐藤を取って、はい、で、中野がショートのレギュラーになって、はい、で、伊藤が先発ローテーション入ってくるっていう、うん、もういや、最高の形ですね、うん、だから取るとこないんだよ、うん、今年、うん、はい、唯一俺は物足りないなと思うのはリリーフ、うん、
まあ、今年ね、まあ、岩崎オリンピックも行って、まあ、ちょっとなんかちょっと調子悪い時もあったし、はい、でスワレスその前に7回がいないよね、うん、でまあ及川とかね、はい、馬場とか、うん、岩佐田とか、うん、まあ、いろんな選手を投げてるけども、はい、まあ、バシーンとなかなかハマってないっていうところと、うん、万が一スワレスいなくなったら困るなっていう、うん、そうですね、あの外国人選手はなんか複数年とかこういい契約しちゃうと、うん、今日今年休みますみたいな形で急に休まれたら困るしね、はい、いやメジャーね、一回スワレスもね、あのメジャー変えるかもって言ってたからね、うん、はい、そういなくなってたらやばかったから、そのスワレスの代わりも、うん、もし現状今抑えってなかなか見つからないから、はい、そこも俺は必要かなと思うんだよ、うん、その抑えをね、はい、守護神、うん、まあでも、うん、ちょっと余裕を持ってドラフトできるかなっていう、はい、今年は。でも俺知ってんのよ、阪神の1位も。阪神も知ってんですか、うん、はい、12球団知ってるからね、うん、じゃあ発表しとく、ね、はい、お願いします。第1回選択希望選手、阪神森木大地投手、高知高校。おー、あ、高校生のピッチャー行くとこいでいいんちゃうかっていうね、うん、そのまあ、先発ローテーションも今しっかりしてるし、はい、まあ、未来に向けてっていうところで、うん、まあ、高校生、うん、だから、まあ、風間、森木、小園、はい、立つ、うん、ここら辺の4人の中の、はい、まあ、誰かがおすすめかなっていうところで、うん、まあ、うん、コーチだしね、はい、森木いいんじゃないのかなっていう、まあ、藤川球児もね、はい、コーチ出身だし、はい、あ、そうですね、そういったところの流れでもね、うん、森木がいいんじゃないのかなっていう、ね、はい、あの子取らなくていいんですか、キャッチャーの松川くん2位で、あ、2位でいきます、あの、うん、梅野が FA なのよ。そうだ、でひょっとしたら出るんちゃうかっていう情報もあるし、はい、出ないっていう情報もあるんだけども、うん、万が一ってなると、はい、まあ、そこいなくなっちゃうから、うん、やっぱ次も育てなきゃいけないっていうところで、はい、でおじいちゃん阪神ファン、はい、名前に虎の字、はい、もう行くしかないよね。そうですね、ドラフト2、うわー、2位で行っちゃいます、うん、余ってたらね、はい、まあ、俺はそこの森木で松川、キャッチャーは絶対いるかなっていうね、うん、でも俺阪神におすすめのキャッチャーいんだよ。あ、松川君以外に、うん、はい、会でいいんだけどね、はい、あの大友壮っていう、あれどっかで聞いたな、聞いた、はい、あ、帝京大学の、はい、俺の後輩なんだけど、はい、すごいでかい、うん、で、あの青柳が帝京じゃん、だから先輩後輩でバッテリーで、はい、俺はいいんちゃうか、だから上位で松川君取って会で大友っていうところで、ね、はい、帝京バッテリーで、そうそう、俺はいいんちゃうかってタイガースにだから大友をおすすめした、はい、あ、いいじゃないですか、うん、あとやっぱ左のピッチャーも、うん、欲しいかなっていう、はい、まあ、高橋遥人がね、うん、今いい形で帰ってきてるから、はい、まあ、そこがねどうなのかっていうところはあるけども、うん、まあ、左だと隅田君とかね、はい、佐藤君とか、うん、まあ、あとはね感覚の、黒原君なんかもやっぱいいと思うけど、はい、でも全体的にそこまで野手もね、はい、去年もいい形で取ったし、うん、でまあ、あの2軍で井上っていうね、はい、履正社の4番もいるし、うん、まあ、そこまで何かが困ってるっていうところもないから、でもリリーフをしっかりしたいんだったら東北福祉のムクノキ君とか、いや余ってないでしょ、3位で2位とか、うん、松川君いくから、はい、そうか、余ってないでしょ、そうですね、うん、うん、そうそう、いいと思うんだけどね、はい、で、まあ、まあ、でもそこまでそんな急いでっていう形でもないから、でもないのか、はい、だから、まあ、森木君行って、うん、2位松川君行って、うん、で3位余ってたら黒原君とか、はい、寛大の、うん、もしくはリリーフが欲しいんだったら、うん、まあ、球速いから、うん、あの関西国際大学の増田の後輩の太田君とか、はい、うんうん、っていうところもいい、あれかなっていう、そうですね、あとないの阪神おすすめファンでしょ、阪神おすすめは京都産業大学の北山君、お、京都産業大学の北山君、北山君右ピッチャーです、うん、何がいいんですか、先発もいけて、うん、なんか今まず京都青春の時からすごい注目されたピッチャーで、オリックスがちょっと狙ったんじゃないかなと思うんです、さすが大学まで野球やってただけあるね、うん、大好き、うん、でまあ俺はもう高校生上位はいいかなっていうね、うん、はい、森木くん、うん、まあ、森木、小園、立つ、風間、はい、ここら辺のドラフト1位でどれか行って、俺はもうね、うん、球児の後輩だから、後輩っていうかコーチだから、はい、森木くん1位で、2位で松川くん行って、はい、3位でね、黒原くんっていうね、はい、まあ、残ってねえよって言われるかもわかんないけどねもしくはね、3位で立つ、うん、っていうね、はい、ところでも俺はいいかなって、いや、森木、松川、立つ、うん、まあ、残ってねえよって、残ってないとか、もう残ってないツッコミやめて、妄想だから、そうです、今年は本当にバレてる可能性あるんで、あるあるある、分かんないですね、うん、だから俺は高校生偏重、高校生にちょっと偏っても俺はいいんちゃうかっていうね、はい、あの今いい感じで仕上がってきてるからね、うん、でそうしたらこう上昇軍が常に作れるっていうところではね、はい、非常に面白いんじゃないのかなという、はい、いうところで、うん、とうとう、うん、明日がドラフトです、はい、さあ、まずどうなんだろうね、そうですね、うん、うん、まあね12日間連続でやってきましたけど、はい、でまた始まるんですよね、ドラフトの、
そうそう、あのドラフトがあのまずドラフト当日の夜に、はい、昨年同様、うん、ドラフト1位だけの総チェックっていうパターンをですね、はい、うん、佐々木一人で家で撮ります、はい、でまた、うん、終わった瞬間に、はい、どこのチームのドラフトが良かったのかっていう、はい、佐々木チャンネル独自の2021年のドラフト総チェックをやります、はい、おー、はい、ね、あとですね、うん、あのドラフト当日またちょっとスポナビさんで、はい、あのドラフト見ながら の、 あの、うん、私不公正的なものやりますのでそちらもねぜひ見ていただければと思います。昨日発表されてましたね。あ、されてました。スポナビのあのあドラフトのですか。はい、ツイッターで。あ、私見てないよ。そうなの、うん、なんで俺は知ってんねん。本当ですね、うん、ありがとうございます。後で見てみよう。俺はちなみにですね、うん、ドラフト当日は月曜日っていうこともあって、はい、毎週夕方4時から7時までベイ FM ザ・ベイラインっていう番組で、普通のラジオ番組をやっております。そうか、月曜日か。そうそう、うん、だから俺はもう月曜日になっちゃうと、はい、ドラフト関連の仕事一切できなくなる、うん、そうですね。そうだから全部断ってんのよ。めっちゃ来たけど、はい、うーん月曜日ダメなんですって、はい、いや、まあ、気になりますね。ラジオやりながらさ誰1位だったんだろうとか。時間的にはそのぐらいの時間ですよね。そうだね、はい、うん、まあ、そこら辺はね、はい、楽しみながら、はい、ね、佐渡崎の知ってるは本当に知ってるのか、当たったらすごいですよ。ほんとねえ、どうなってるのかね。袴田推薦枠もちょっと注目していただいて。そうですね、袴田さんの取材もちょっと注目したいですね。取材入るといいな、うん、ねえ、ね、皆さん楽しんでいきましょう。あとね、はい、ドラフトにかかる皆さんはね、うん、ドラフト指名後に守らなきゃいけないことっていう動画もありますんで、はい、そちらも必ず見てください。そうですね、はい、はい。